日本三重県熊野市に木島町に木島町は三重県熊野市の町名。に木島や、に木島という表記が用いられていた時期もある。漁業と林業が町の主要な産業である。陸路と海路の要所として発展してきた歴史から一律化などの史跡が残る。熊野市東部に位置し、東部は二木島湾に面する。北部は山に囲まれ、山を越えると、 大瀬市に至る。中心集落は二木島町の中央部にあり、JR 規制本線や国道311号が通っている。北は大瀬市、曽根町、東は熊野市保母町、新島里町、南は熊野市有城町、西は熊野市安田市課町と接する。二木島湾の空中写真。奥深い入り江の生誕が二木島町地区中心部である。 1976年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。相川は二木島町の中央部を流れる河川。河川の名は伊勢神宮の神と熊野権現が出会った地であることに由来するという。大化2年には相川を島国と木の国の国境に定めたという説がある。 三重県立熊野古道センターによれば、相川は清流であり、流域には死ダ植物が自生する。相川の水質は以下の通り。海岸では、縄文時代、弥生時代、古墳時代、さらにそれ以降の複合的な遺跡が見つかっている。江戸時代には、木の国室郡木本組に属し、日木島の裏として、紀州藩の配下にあった。慶長項目録では、 二木島組に属するとされた。漢文年間頃まで二木島里浦とは同一の村であったが、この頃に二木島里浦が二木島の浦から分離した。貴族風土器によれば、各家は船を保有し漁業を修行としていたという。当時は熊野灘を行き交う航路の寄港地として栄え、日本航路再建機は、二木島は上下の大港なりと記し 全国港倉部は二木島港を西全島44枚目に格付けした。船乗りを相手とした遊女も出現した。また捕鯨が行われ、クジラの供養島の混流や藩主、徳川重則のクジラ鳥取旅行観覧が行われた。明治時代には、1876年の二期、島の浦小学校開校、1899年の荒坂銀行開業、 1901年の郵便局、開局など近代化が進んだ。また1889年の町村製施工事には、荒坂村の一大技となり、村役場が設置された。1907年には、捕鯨会社が設立され、当初は年間113頭を捕獲したが、年々減少し末期には5頭のみとなり、1915年に営業を終了した。 1944年12月7日、昭和東南海地震が発生、7度の津波が2機、島の浦を襲い、5人が犠牲となった。1954年、昭和の大合併により、熊野市が発足し、2期島の浦は、二木島町に改称した。1959年7月15日に、国鉄規制本線が二木島町内を通るようになり、二木島駅が設置された。 鉄道開通前の日島城は、熊野市街の木本町へ行くのに巡行線で2時間、路線バスで1時間かかっていたが、鉄道開通後は30分で行けるようになり、開通前夜には、住民が、超賃行列と、鉄道昇華の替え歌を合唱して祝した。1975年に、熊野灘日島海中公園地区が指定された。1980年1月31日、 町内や領中で親族10人を殺傷し犯人が自殺する熊野一族7人殺害事件が発生した。ちょうど当時に木島町に近い熊野市あたしか町に住んでいた中上賢治は事件を報じる新聞や週刊誌を追いかけ熊野州において以下のように記している。その後、中上は柳町光男監督の映画作品日祭りのシナリオを手掛け、 この事件を題材とし、作品の舞台もに木島町とした。さらに映画公開後すぐに小説家に取り組み、文学界で連載された後、1987年に文芸春秋から単行本が出版された。1983年12月21日に木島駅が無人駅となる。2011年3月26日、町内にある荒坂小学校の休校式が、 児童6人と住民約100人の出席の下開催された。最盛期の1960年代には児童数400人に達し、2つの分校も有していたが末期の7年間の在校生は一桁であった。諸説ある。2019年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1889年以降の人口の推移。なお、 1995年以後は国勢調査による推移。江戸時代1889年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。荒坂小学校は2011年3月31日に休校となり、 翌月から遊牧小学校に通学することになったが、遊牧小学校も2013年3月31日に休校となり2013年4月以降、あたしか小学校へ通学することになった。また、荒坂中学校も2014年3月31日をもって休校となり、2014年4月以降、あたしか中学校へ通学することになった。荒坂小学校、 荒坂中学校ともに、二木島町にある。2012年現在、荒坂中学校の全校生徒は11人である。二木島町では、過去に何度も津波の被害を受けており、東南海地震が発生した場合、震災発生後13分後に1 9 1 6メートルの津波が襲来するという三重県の予測がある。 想定通りの高さの津波が押し寄せた場合、避難所に指定されている、荒坂中学校でも危険だと、朝日新聞は報じている。2011年12月の夜間に行われた、避難訓練では高台を通る国道までの避難に30分、かかり、高齢の住民からは、もう無理との声も聞かれた。また災害発生時の孤立が懸念されており、 実際に1998年と2001年には国道311号が土砂崩れで寸断され住民が孤立してしまった。こうした中、に木島町にある1980年開設の熊野市立荒坂診療所では災害医療に備えて様々な準備を行っている。勤務する唯一の医師は災害に備えて小型船を所有し自前で担架を購入。 無線の資格を取得して孤立対策をとっている。二木島祭りは三木島案でかつて行われていた祭り。湾岸のしつこ神社とあこし神社の祭りであり、両神社の赤線による競争が祭りの中心であった。2010年11月3日の開催を最後に、担い手不足からおよそ300年続いた祭りの歴史は途絶えた。二木島町は熊野古道伊勢路が通っており、 町内の二木島峠を訪れる観光客は、木伊山地の霊場と山景道が、世界文化遺産の指定を受けてから5年が経過した2009年には、3から5倍にも増加した。2012年の末には、荒坂中学校の教諭の勧めにより、全校生徒11人で、荒坂イレブンが結成された。荒坂イレブンは、地域と密着、過疎から脱却、を掲げ、 郷土市やから史跡について学ぶなどして観光ガイドを行っている。住民による熊野古道の語り部も存在する。熊野古道以外の観光としてはに木島沖での釣りやダイビングがある。鉄道開通前まで熊野市街の木本町まで巡航船が運航されていた。また、百九十八年六月十二日に国道百十一号が崩落した際には、 同年7月31日まで、熊野市と三重県が二木島町と保護町の間で臨時の渡し船を運航した。熊野古道が通っており、多くの文化財が残されている。海福山斎明寺総当州の仏教寺院で、二木島町、二木島里町の宇治寺。本尊は阿弥陀如来立像。近世には、近海で遭難、病死などした水夫がここに葬られた。 本堂は1994年3月9日、三重県の有形文化財に所蔵する憲本着色、釈迦涅槃図ズフ状況4年迷惑は2010年3月11日、三重県の有形文化財に指定された。ありがとうございます。